首が前に出た姿勢をしっかりと改善して、綺麗な姿勢を作りながら身長を伸ばしていくストレッチになります。では、両手を組んで頭の後ろに持っていきましょう。でこの状態で自分の手に向かって顎をぐーっと引きつけるような感じで首をまっすぐの状態に戻していきます。緩めてからしっかりと首を後ろにぐーっと引くようにしていきます。ここで気をつけることが、顎が上がってしまったりとか、あと逆に顎を引く動作になってしまうと正しい効果が出ないので、顔はまっすぐに向けたままで首だけを引くようにしていきましょう。ではこの動作も30秒繰り返します。では30秒間やっていきます。顎の位置を変えずに首を引くように意識していきましょう。首を長く伸ばすようなイメージでやっていきます。呼吸忘れないでくださいね。ちょっと斜め向きでもやっていきます。はい、首の歪みを整えていきましょう。はい、お疲れ様でした。